ばんは、宮島靖子でございます。カルティベーターの代表理事、そしてスポーツ文化ジャーナリストをしております。この中学校部活動の地域移行を考えるシリーズ3回目にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。まず最初にお願いをしたいと思います。皆様どうでしょう、ミュートにはなっていらっしゃいますでしょうか。ご発言いただくときはミュートを解除していただくことになりますけれども、それまでは皆様どうぞミュートになさっていただくようにお願いを申し上げます。それからこれは後で YouTube で公開いたします。ですからそんなこと聞いてなかったよなんておっしゃらずにちゃんと申し上げましたので、発言の際には後で公開されるということもご理解いただいてお話をいただければと思っております。それからなんかこう人をですね攻撃するような発言というのはちょっとお控えいただきたいなと思っています。今はおそらく日本のスポーツ関係者、それから中学校高校の先生方、教育委員会の皆さん、そして県のスポーツ協会の方々もう皆さん、これからどうやって今まで学校の中にあった部活動を地域に移行していったらいいんだろうということで、それぞれが地域の事情を抱えながらですね考えてらっしゃる最中だと思うので、皆さん少しでもなんかヒントをねいろんなところから、こうもらえるような形で得られるような形で、こうやってフォーラムを続けていけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。さて今ももう続々と次々に入ってらっしゃってるようなんですけれども、まずですね、今回はこれはシリーズの3回目になります。最初にこの問題に着手したのは私どもカルティベーターの2周年記念ということで2月5日に行いました。それぞれ、ご意見を持っていらっしゃるいろいろな立場の方にお集まりいただいて、この部活動の地域移行どう考えるかというお話をしていただきました。そしてシリーズで始めたのが最初がですね2月の20、これはシリーズの1回目はですね2月の23日ですね、岐阜県のスポリン白川ですね、スポーツリンク白川で渡辺康代さんにお話を伺いました。その次がですね3月に入って3月の21日北海道の十勝、広い十勝にあります幕別薩内の小田荒木さんにいろいろお話を伺いました。それから今回が3回目ということで、今回はですね、この宮城県のしわ姫、しわ姫、お姫様にしわがあるわけじゃないんですけれど、どうもそうやって覚えちゃったんで漢字は違うんですよね。しわ姫スポーツクラブの相馬智子マネージャーに、智香マネージャーにいろいろお話を伺っていきたいと思っています。さて1ヶ月3週間ぐらいに一遍ずつの割合でこれを続けていこうと思ってるんですけれども、3週間経つと本当にいろんなことが起こりまして、まずですね、前回のその十勝の幕別のお話を伺った後に、あれは3月の25日ですか、第3期のスポーツ基本計画が発表されました。まあまさにてんこ盛り、スポーツでこんなにたくさんのことができるのって、こんなこともやっちゃうのっていうぐらい、もうぶわーっと広げた感じの、計画だったんですけれども、まあ、その中でちょっと私が気になったのは、なんかこう競技スポーツのこととかいろんなことはたくさんこう書いてあるんだけど、なんか一般の市民のスポーツってなんとなく薄いなっていうのが私の感覚ではあったんですね。もうちょっとこれについても勉強して皆さんにお伝えできるようになりたいなと思っています。それからですね、本当にいろんなことがありました。第1回目でお話をしてくださったスポーツリンク白川岐阜なんですけれども、4月から学校が始まって、それまでは子どもたちが全員参加という形で部活動が行われていたんですけれども、
好き嫌いじゃないけど、ちょっと部活はやめようかなっていう人は、部活必ずしもやらなくてもいいよっていうふうに、強制でなくしたわけですね。そうした途端にですね、ブラスバンドは7人いた人たちの4人かなんかが辞めちゃったのかな。理由は、ちょっと他のことがしたいっていうのとか、あと、親の送り迎えの負担が大きいっていうことがあったようです。遠路ね、わざわざ教えに来てくださっている外部の指導者の先生がいらっしゃるんですけれども、その方が、ちょっと残念だな、こんな人数じゃ少なくてねっていうふうにおっしゃってましたけれども、おそらく4月に入っていろんなところでいろんな現象が起きているのだと思います。そしてもう一つですね、スポーツ庁から運動部活動の地域移行に関する検討会議、第5回が行われました。で、これに関してはですね、ちょっと岸田美也子さんにご紹介いただきたいと思います。岸田さんももうこのレギュラーですけれども、かれこれこの総合型地域スポーツクラブに、アドバイザーであったりとか、それから、クラブマネージャーであったりとかという形で関わること20年。そして、今はですね、ちょうど大学院卒業の賞状を持ってらっしゃいましたけれども、この2年間は大学院で勉強されて、この総合型地域スポーツクラブの、というか部活動の地域移行に関する研究をされてきました。それでは岸田さん、ちょっとお願いいたします。皆さんこんばんは、岸田と申します。もう今、宮島さんに過分なご紹介をいただきましたけど、そんな立派なものではないんですけど、平成15年からこの総合型に関わって、クラブマネージャーがあったり、ドイツへ勉強に行ったり、アドバイザーになったり、大学とのスポーツ、ユニバースの方関わったりと、いろんなことを関わらせていただいて、3月に先ほど大学院を卒業したというふうにご紹介いただきましたけど、私の場合の大学院は MBA を取る経営学の方なので、部活動の、地域移行で運営、経営をしていけるビジネスの方のちょっと方を勉強させていただきました。その中でこの部活動の地域移行に関するいろんなエビデンスを揃えたり、会議のとこもしたんですけれども、先ほど宮島さんから言われたこの3月29日に運動部活動の地域移行に検討会第5回が行われまして、その中で興味深いことがあったので、少し皆さんにご紹介したいと思います。まず、よくみんな言われる中大連のことですけれども、中大連の基本は基本的には全国中学校生徒っていうのが条件にあるんですが、これを全国すべての中学生と読み替えるということが今言われてまして、その中では地域スポーツクラブに所属する中学生も中大連に出れるようにしようということになりました。よくみんな今よくそこで世間的に言われてるのは、クラブチームも中大連に出れるみたいだよみたいなこと言われるんですけれども、競技力向上を目指しているクラブチームではなく、地域スポーツ団体等に所属する中学生という項目で掲げられるようです。なので、本当に競技をしている中学、クラブチームが出れるかということではないような形になっているそうです。で、この中で、この地域スポーツ団体等に所属する中学生という項目を加えることによって、今のところまだ案なんですけれども、案の中の興味深いところは、まず、都道府県体育連盟、中学校体育連盟に加盟するということ、それから、運動部活動の総合的なガイドラインを遵守しているということ、それから相互審判など運営上必要な協力をするということ、また大会にかかる経費については必要に応じて応分の負担をするということっていうのが載っていまして、地域スポーツクラブが大会に出れるよっていうだけじゃなくって、他の中学校の教員がいろいろ役割を担っていると同じように、その関わるクラブチームもいろんな役割だったり経費だったりもかかってくるよっていうところが、多分皆さん見落とされているところではないかなっていうふうに思いました。それから今度は学習指導要領っていう項目があるんですけれども、その中に中学音が切れちゃいましたかね。ごめんなさい、音切れちゃいました。は OK ですか？い、OK でい。す。
中学校の運動部活動が今後は教育課程外の活動であって、その設置運営は法令上の義務はなく、学校の判断により実施しない場合もあり得ることっていうふうに載っています。つまりもう教育の一環だから絶対学校でやらなきゃいけないっていうことではなく、学校は部活動をやらなくてもいいんだよっていうことが今後載っていくということがまたその中に書かれておりました。そしてそのあと皆さんにご紹介したいなって思うところは、中学校の教員採用の選考っていうところのこともあるんですけれども、今まではその選考の中に、まあ、教員が今後部活をやっていけるかみたいなところが載っていたんですけれども、今後は教員が部活動の指導をすることを前提として、部活動に指導にかかる意欲や能力を評価することをしないっていう、見直すっていうことが載っていますので、今後は教員が必ずしも部活を指導、教員採用によっては部活を指導するっていうことが条件にはならないっていうふうになっていきそうな形です。また部活動を中学校高校への推薦書の中の、要は内申点ってよく言われるんですけど、それを部活動のところを今後はそこをどうするかっていうのを見直しましょうというところまで検討委員会の話が出ていましたので、皆さんにご紹介させていただきました。石田さん、ありがとうございました。そうなんですよね。今ご説明ありましたけれども、例えば中大連では大会に行く引率の先生、今まで先生だったんですけれども、こういうのに外部指導者に監督の資格をあげましょうみたいなことも書いてあったりとか、あとですね、今成績のこと、入試のためのね、内申書にどう書くかっていう話がありましたけれども、大会の成績のみでは不十分とかって書いてあったりして、これからさまざまなことが検討されて決まっていくのだと思います。ぜひこれはですね、皆様お時間のある時にスポーツ庁のホームページに出ておりますので、目を通していただいた方がいいのではないかと思っています。スポーツ庁の運動部活動の地域移行に関する検討会議第5回というのが今、岸田さんもお話しいただいたところが書いてあるものです。さあ、それでは大変お待たせいたしました、宮城県のしわ姫スポーツクラブ相馬、私先ほどともかさんってご紹介申し上げたんですけれども、相馬千佳さんでございます。大変失礼いたしました。相馬さんにご登場いただきたいと思います。相馬さん、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。相馬さん、これしわ姫というのはどの辺になるんですかね。その辺からちょっとお話しいただいてもよろしくございますか。はい、じゃあパワーポイントの画面共有してよろしいですか。そうですね、皆さんにちょっとお伝えしなきゃいけないのは、今回相馬さんにこうやってご登場いただいたのは、前回の、はい、十勝の、幕別薩内スポーツクラブの小田荒木さんが、もう本当に10年前から今を見越してずっと取り組んでらっしゃるんで、ぜひぜひ話を聞いてください。もう理想系ですって言ってましたので、ぜひそのあたり、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では画面の方を共有をさせていただきます。はい、ではしわ姫スポーツクラブとしわ姫中学校の運動部活動の関わりということでお話しさせていただきます。先ほど10年前ってなったんですけれども、実際はもう約20年前からの取り組みに、すいません、なりますので、ちょっと紹介させていただきます。私ちょっと自己紹介いたします。すいません、パワーポイントの資料はないんですけれども、設立16年の3月なんですけれども、たまたま、その年に、大学の方卒業の卒業論文のテーマで、総合型地域スポーツクラブのが、私しわ姫出身なんですけれども、地元で設立するんだよということを大学の先生から言われて、それについて勉強して、まあ、4月にそのクラブのマネージャーになったということになります。なので、まあ実際もう設立してからなので10、20年近くも
携わっているということになりますので、よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、パワーポイントの資料の方の説明いたします。先ほどありました、宮城県栗原市の志和姫地区になりますけれども、志和姫地区は宮城県北端の内陸地帯のほぼ中央に位置し、仙台から北へ約70キロのあたりに位置しております。東西に 9.1 キロ、南北に4キロ、総面積 30.91 平方キロメートルの広さで、町の3分の2が水田の緑に囲まれた農村地帯になります。町の中央を南北に東北新幹線が走り、東北新幹線の栗駒根営駅があります。また国道4号線が南北に縦断、国道398号線が東西に横断しており、また東北自動車道の新たなインターチェンジも着工されており、交通の便利も恵まれている地域です。基幹産業は農業ですが、製造業、造園業、土木建築業等の各種事業が行われています。また新幹線を利用して仙台に通勤されている方も多数いらっしゃいます。平成17年4月に栗原郡の10課町村が合併して栗原市となりました。人口は7000人弱の地区で、行政施設を中心とした1キロ圏内に保育所、幼稚園、小学校、中学校各1校があります。中学校部活動では男女バレーボール部や男女の卓球部、男女ソフトテニス部、男女柔道部が県大会で優勝するなど、昔からスポーツの盛んな地域となっています。また中学校の校庭は以前第3種公認グラウンドで300メータートラックとなっており、近隣地区で唯一の公認グラウンドだったことから、各種陸上競技大会を志和姫中学校の校庭で行っておりました。続いて志和姫スポーツクラブの概要についてお話しいたします。設立が平成16年の3月21日になります。宮城県内で9番目のクラブとして設立いたしました。設立の母体は合併前の志和姫町体育協会やスポーツ愛好会、スポーツ少年団、中学校運動部活動で、設立時からスポーツ少年団や中学校運動部活動が加入しているのが特徴です。年会費は小学生未満が500円、小中学生が2500円、高校生以上が3500円、ファミリー会員が1万円となっています。小中学生と高校生以上の団体加入の場合は、個人会員より500円ほど安く、各2000円と3000円になります。また、クラブの事務所ですけれども、栗原市の志和姫公民館内に場所を借りて設けております。令和3年度の会員数になります。会員数は452名で、未就学児が6名、小学生が102名、中学生が107名、高校生が19名、20代から60代の一般の方が155名、70以上が63名となっており、ここに、パーセンテージで出てますけれども、未就学児 1%、小学生が 23%、中学生 24%、高校生 4% と半分が小中高の学生さんになります。クラブに登録している団体は、スポーツ少年団8団体、中学校運動部活動7団体、旧体育協会の加盟団体やスポーツ愛好会の一般の団体が13団体で、合計28団体となっております。その他、個人会員として23名、ファミリー会員として11ファミリーが会員となり、会員のほとんどが団体会員としての加入となっております。次に組織図ですが、このようになっております。事業としては、栗原市からの受託事業のスポーツセミナー20種目、スポーツ教室と
ジュニアスポーツ教室で21種目、イベントや各種スポーツ大会、指導者研修会など年間約13回程度開催しているほか、広報誌の発行などを行っております。中学校運動部活動やスポーツ少年団の活動は、ジュニアスポーツ教室に位置づけられています。また、各種授業は、しわひめ中学校の体育施設をメインに、しわひめ小学校体育施設、また、しわひめ公民館で開催しております。しわひめスポーツクラブの設立の背景になります。一つ目は、社会体育施設の不足から生じる学校体育施設開放の要望です。設立当時はスポーツが盛んな町でありながら、社会体育施設が体育センターの一箇所しかなく、町の社会体育事業も学校体育施設を使用して開催している状況でした。そのため、平成12年に、しわひめ中学校体育施設の改築や整備を行う際、地域住民に学校施設を開放しようというコンセプトで改築・整備を行いました。しかしながら、中学校運動部活動と一般スポーツ団体の利用希望が重複しており、施設を利用したくても借り方がわからない、いつ空いているのかわからないといった状況があり、利用マニュアルを作ることとなりました。このマニュアルを作ると、誰が管理・運営をするのかという課題が出てき、この課題解決にはクラブを設立して体育施設の有効利用を図るのがいい方法ではないかということになりました。2つ目は、中学校運動部活動外部指導者の導入です。中学校運動部活動でもソフトボール部の廃部や顧問の競技指導における専門性の不足などで困っている状況にありました。しわひめ中学校では、クラブの設立前から教育委員会と中学校から委嘱状を交付して外部指導者を導入していました。3つ目は、それぞれの種目や団体ごとの活動は盛んでしたが、競技や世代間を超えた交流があまりない状況でした。こうしたことから設立の機運が出てきました。しわひめスポーツクラブの設立と中学校部活動との関わりになります。設立の背景にありましたが、平成13年6月に中学校外部指導者の協力体制や体育施設、学校体育施設の開放について、しわひめ町教育委員会としわひめ町体育協会が協議を行いました。12月には、しわひめ町教育委員会、しわひめ町体育協会、しわひめ中学校、中学校運動部活動顧問、部活動外部指導者で体育活動推進準備会を発足し、しわひめ町の今後のスポーツ活動の方向性について協議し、しわひめ町が主導して総合型地域スポーツクラブを創設することで一致いたしました。その後、平成14年5月には、中学校外部指導者協議会や部活動親の会に総合型地域スポーツクラブについて説明を行い、12月には小中学校の校長先生や PTA の会長も委員になり、準備委員会を発足、小中学校の教頭先生、小学校の体育主任の先生、中学校運動部活動の担当の先生も委員になり、専門部会を発足し、クラブ設立に向け、さまざまなことを検討いたしました。平成16年2月には、中学校運動部活動とスポーツ少年団関係者の合同会議を開催、総合型地域スポーツクラブの概要や入会について話し合いを行いました。3月には、中学校運動部活動親の会と合同会議を開催し、総合型地域スポーツクラブとの連携について協議、しわひめ町、しわひめ体育協会、しわひめ中学校、しわひめ小学校、しわひめスポーツ少年団、その他スポーツ愛好団体など地域の関係団体が協力して設立をいたしました。
では実際にどのような連携を行っているか説明します。まず白姫中学校の概要になります。生徒数とは令和3年度の数字になります。生徒数は各学年2クラスの160名になります。部活動は10部活あり、うち運動部活動は9種目で、運動部には118名、74% が在籍しております。体育施設は平成12年に住民開放型として改築、整備されました。改築したのがバレーボールコート4面のアリーナと2階に卓球場のある体育館。整備を行ったのが野球場、ソフトボール場、300メートルトラックのある校庭と人工芝のオムニコートになっているテニスコート4面となります。その他に中堅道場の武道館があります。実際ちょっと、伝わるかがちょっとわからないですが、左上ですかね、が体育館で、この時は、小学校、スポ小のバレエの団体と中学校の女子バレー部が活動していると様子で、この時、高さとかネットの高さとか別々なので奥と手前とで活動していますが、一緒に活動したりする時もあります。下は校庭で小学生が活動している様子になります。続いてテニスコート、左側がテニスコートになります。こちらも小中学生が一緒に活動していて、2面が中学生、2面が小学生といったような形で一緒に活動しています。下も武道館になりますが、こちらももう小、幼小中ですかね、が一緒に活動している様子になります。続いて、白姫中学校の運動部活動の指導計画の一部の抜粋になります。クラブとの連携について記載されているところを紹介いたします。目標に白姫スポーツクラブなど地域連携による活動を推進し、生涯を通じて芸術やスポーツを楽しむ基礎や資質を養うとあります。また努力点で普段から挨拶、思いやり、感謝ができる生徒の育成を目指し、学校、親の会、白姫スポーツクラブ等が協力し指導にあたる。また学校、親の会、白姫スポーツクラブ等との総合連携により支援体制の整備、充実を図ると記載されています。また、新1年生の部活動が決定した後、毎年5月に中学校と親の会と外部指導者の部活動三者会議というものを開催し、部活動について話し合いをし、実施計画の共通理解を図っております。またクラブ設立時から中学校運動部活動と連携して活動していますので、教員顧問の先生が異動の際には新しい顧問の先生にクラブの取り組みについて内容を説明して、クラブへの加入や活動について理解をいただいております。実際の取り組みについて紹介したいと思います。まずは、学校体育施設の利用に関することです。設立の背景でも触れましたけれども、改築の際に住民開放を目的としたことから、白姫地区内の小中学校体育施設に関しましては、クラブで利用調整を行っております。部活動やスポーツ少年団を含めた利用希望団体には、利用の2ヶ月前に活動予定表をクラブの方に提出していただいております。部活動の予定に関しましては、中学校の部活動担当の先生が取りまとめを行い、部活ごとの予定を提出いただいております。各施設の利用調整を行い、施設ごとの申請書をまとめてクラブが施設管理者に提出するような形をとっております。利用規模が重なった場合は、利用調整会議をクラブが開催し、利用を決定しております。今の最初のうちはですね、利用調整会議実施しておりましたけれども、今もう10年以上が経ちまして、だいたいクラブの方でこの予定でいかがですかということで予定表を出すと、皆さんはそのようにといいますか、その予定で使っていただくということになります。
その後、まあ、許可書を発行されたら学校の方にもこのような利用予定ですということで利用予定をお渡しすることになっております。予定のキャンセルや追加などその都度学校と連絡を取り合いながら変更等をしております。続いて学校体育施設の利用方法についてです。小中学校の学校体育施設は施設管理者よりクラブに合鍵が貸与されております。夜間や学校休業日に利用する場合は利用団体がクラブから鍵を借用し鍵を開けて施設を利用、利用後は清掃や消毒作業などを行い利用日誌を記入して施錠してクラブに鍵を返す、返却するというシステムを取っております。活動していて施設の利用や利用などでトラブルがあった場合には学校やクラブ、当事者の生徒や保護者などと連絡を取り合い解決をしております。運動部活動外部指導者の導入についてです。しわひめ中学校では平成10年から平成12年まで中学校運動部活動指定校となり、運動部活動と地域指導者の連携に関する研究を行っていました。そうしたことから合併前より外部指導者を導入しており、教育長と学校長の連名で委嘱状を交付された地域の方々が指導者として部活動に携わっております。外部指導者の決定方法ですが、中学校や親の会の方々で選出して、外部指導者本人の承諾を得た上で教育委員会に推薦、教育長と学校長の連名で委嘱状が交付されます。なかなか親の会や学校の方で、指導者の方見つからないなっていうときは、まれに、クラブの方に誰かいませんかねっていうようなご相談を受けたりもしました。白姫中学校では全ての運動部活動に外部指導者が配置されており、令和4年度は栗原市内7つの中学校があるんですけれども、7中学校で84名外部指導者の登録があるそうですが、そのうち4分の1の21名が白姫中学校の外部指導者となっております。指導者は学校管理課の部活動で、クラブ管理課のクラブの活動、どちらも指導者として活動しております。報酬はありませんけれども、全員クラブ員で、クラブの会費の中にスポーツ安全保険料が含まれているので、クラブで加入していることになります。すいません、1個早く言ってしまった。指導者の資格についてですが、外部指導者が21名中、日本スポーツ協会の公認資格の保有者が3名、スポーツ少年団の認定員が11名、資格を有していない方が7名となっております。有資格者、資格のない方も両方とも指導者として活動しております。部活動の活動時間についてになります。しわひめ中学校では、A 日程と B 日程があります。A 日程は月曜日が脳部活デーとなり、平日が16時から18時までの活動。B 日程は火曜日が脳部活デーとなり、月曜日、木曜日、金曜日は16時から18時まで。水曜日が14時から16時までの活動となります。両日程とも土日についてはどちらかの活動としているほか、冬季期間については部活動は17時までとなっております。また中総体や新人大会などの1週間前はハイシーズンというのを設定し、脳部活デーの日も活動が可能となっております。実際、活動している3つの種類の部活動を紹介したいと思います。活動形態1ということで、こちらは女子バレーボール部になります。こちらは部活動から継続して活動している形態になります。基本的には中学校体育館で活動し、平日は放課後から
18時30分までの活動で、18時までが部活動、それ以降をクラブの活動としております。土曜日、すみません、水曜日は部活動はせずに、生徒は一旦帰宅して夕方のクラブ活動の時間に合わせてとまた学校体育館に来るということになります。土日についてはクラブ活動として土曜日の午前中に活動しています。月曜日と B 日程では火曜日の脳部活動の日と日曜日を休養日としております。活動形態の丸2で、こちらはバスケットボールになります。こちらも中学校体育館が基本的に活動場所として、部活動は木曜日と金曜日の16時から18時、日曜日の午前中の活動です。クラブの活動として男子が月曜日水曜日の19時から21時、女子が火曜日の19時から21時に活動しております。休養日として土曜日と、男子は火曜日、女子は水曜日という休養日を設けております。こちら活動形態の3つ目は卓球になります。とこちらは部活動を中学校の体育館で平日の16時から17時まで、クラブ活動を公民館の方で平日の19時から21時まで、土日を9時から12時に活動しております。クラブ活動時間は小学生だけではなく中学生だけではなく小学生高校生も一緒に活動しています。どの種目もクラブ活動への参加は強制ではなく、生徒が主体的に参加の可否を決めています。また種目によっては顧問の先生も部活動の時間だけではなくクラブ会員として登録をして、クラブの活動時間も指導者と一緒に指導に当たっている先生もいらっしゃいます。まあ、その他クラブの広報誌に中学生の活躍等も掲載しているんですけれども、こちらはしわひめ地区内の舞妓 全家庭に配布をしていますし、中層隊の決意表明式に会長が出席し皆さんに激励の言葉を述べたり、県大会や東北大会、全国大会に出場の際には激励金などを送っています。この決意表明式に参加はしわひめ町体育協会で以前やっていたことをクラブが引き継いで行っているということになります。さらに中学校の運動部活動も含めた登録している団体にはスポーツ備品や消耗品などの支給を行っております。毎年1団体約2万円程度の用具を支給しており、同じ種目で複数団体加入している場合は必要なものは何かお互いに相談して購入して、共有で使用しているなど、備品や消耗品も有効に購入活用しています。例えばですね、バレーボールの種目の団体が5団体あれば10万円ということになるので、ボール共有できるカテゴリーごとのボールを毎年複数個購入できるということになります。なので写真でもありますけれども、下バレーボールですけれども、しわひめ中学校と書いたボールと、しわひめスポーツクラブ、しわひめ SC、しわひめスポーツクラブと書いたボールが、カゴには一緒に入っているということになります。またこの上の方の写真、これもすいませんバレー部さんなんですけど、クラブで購入したユニフォーム、ちょっとこの前からの写真では伝わらないですけれども、クラブで購入したユニフォームで大会にも参加したりしています。またですね、スポーツ安全保険の手続きの代行になります。保険の加入手続きや怪我などをした時の保険請求の手続きも、すべてクラブにご報告をいただいて、クラブで加入手続きや請求を行っております。その他、先ほどもありましたが、会員が施設利用の際には施設ごとへ
出向いて申請、各施設に出向いて申請することなく、クラブへの申請1本で各施設の利用が可能なことや、さらに10人乗りワゴン車の貸し出しやセミナーの講師をしていただいている団体には講師謝金の支払いと、活動場所の使用料金かかる団体へは使用料の助成などを行っており、部活動も含めた各種団体がそれでクラブに加入をしていただいているのかなというふうに思っております。学校体育施設の利用システムの一元化で、有効活用や、学校とクラブ、顧問の先生と指導者がコミュニケーションを図り、中学校運動部活動とクラブ活動を充実させて、小中学生はもちろんのこと、地域の皆さんがスポーツを楽しめる環境を整えて、スポーツを通じてより良い街になるよう心がけて活動しているところであります。以上です。ありがとうございました。相馬千佳さんにお話伺いましたけど、相馬さんでも大学の卒論でこうやって調べたり研究したことがそのままね、仕事につながってずっとその道っていうのもある意味これはもう転職ですね。そうですね、先生、大学の教授の先生が多分その設立当時のしわ姫の勉強会か何かにたまたま来たようで、地元でこういうのを設立されるだぞっていうので携われて、はい、よかったなと思います。ねえ、もう本当にいろんなことをちょっと聞きたいなと思うんですけど、まず岸田さん、今の説明をお聞きになってどんなふうにお感じになって、また聞きたいことなどありましたらどうぞ。いや、本当に小田さんが10年も前から考えてたことがっていうかぐらい、設立当初からちゃんと部活動のことも含めて PTA などいろんなところからやってるのですごいなっていうふうに思いましたし、いろんな総合型クラブをいっぱい私も見ましたけど、個人会員が23人で、あ、ほんと全部団体会員っていうのにちょっと驚きまして、みんなすべて団体で構成されてるからこそ、施設の利用だったりバスの利用だったりっていうのがこのクラブのありがたいところがよくいいなっていうふうに思いました。またそういうなんていうのかな、地域の中で地域の皆さんで地域のみんなで作って、でそれがちゃんと地域で利用されてるっていうところは、小さな町だからできるっていうわけではなく、大きなところでもやろうと思ったらやれるんだろうなっていうふうに思いましたので、いい事例だなと思いました。聞きたいこととかありますか？そうですね、先ほどこのクラブを作る、もともと調整役のためにクラブを作るっていう風なことがあったんですけど、そもそも個人会員はあまり最初から考えられて見えなかったんですか？設立の時に携わってました加納総務部長がお答えします。はい、分かりました。じゃあ加納さんも控えてらっしゃるので、ちょっとここからは加納さんにお話を伺いたいと思います。加納総務部長はですね、本当に、設立の時にもたくさんの役職をなさってたようなんですけれども、そのあたりのご説明からお願いいたします。加納さん、よろしくお願いします。はい、分かりました。私は設立当時、シア姫町の職員でございました。合併前のシア姫町、当時シア姫の公民館におりまして、そういった仕事に携わっていたということでございます。またシア姫町体育協会の事務局もその時にやっておりましたし、中学校外部指導者としても携わっておりました。またスポーツ少年団の代表指導者ということで関わっておりました。さらに中学校の PTA の方でも役員という形で携わっておりました。そういったことから、このスポーツクラブ設立に深く関わったということで、当時からスポーツクラブの総務部長、現在まで総務部長という形で携わっております。で、設立当時につきましては、
宮城県から派遣者教習所というものが来ました。まあ、これが学校の職員なんですけども、まあ、この職員が公民館に来たんですが、何をするかというと、まあ、先ほど体育館の調整というのがありましたけども、まあ、こういったことをお手伝いしたいということで来たということで、まあ、その方と一緒に、まあ、それでは総合型作った方がいいんじゃないかということで、まあ、いろいろ協議をしてきたところでございます。で、実際に作るにあたっては、まあ、2年ぐらいずっとこう話し合い続けてきましたけども、まあ、かなりやっぱりこう紆余曲折がありまして、なんでこうスポーツやるのにお金払わなくちゃならないのということがありまして、まあ、先ほど相馬が言ったメリット、さまざまな、まあ、そういった形を生み出して入っていただいたということです。で、設立にあたりましては、まあ、先ほども出ましたが、個人会員というよりは、まあ、全てこう団体に働きかけた、まあ、中学校の運動部活動、それからスポーツ少年団、さらに活動していたスポーツ愛好団体、あとは当然体育協会母体になりましたので、まあ、こういった団体に働きかけをしていったために、まあ、その辺の団体加入が主になったということで、まあ、個人加入の方々につきましては当初からそういったことに入ってなかった方々、ただしスポーツに興味があるのでやってみたいという方々が、まあ、逆にこう個人会員として入っていただいているという形で、まあ、ほとんどの会員の方につきましては何かしらのこう団体に属していたために団体として加入していただいたといった経緯でございます。このクラブの経営的な面なんですけれども、先ほど相馬さんの話の中に栗原市から社会体育事業の受託ということがございましたけれども、会員の会費の他にこれは市からも何かサポートは受けているのでしょうか。で、それにつきましてもじゃあ相馬の方からお話しますので。はい、すいません、行ったり来たりになりますが、受託、社会体育事業の受託に関しましては、まあ、受託料ということでいただいておりますけれども、その他の、ものに関しましては栗原市から、まあ、補助金とかそういうのは出ておりません。ということは皆さんの会費をベースに運営しているということなんですね、基本は。じゃあ私の方から詳しく、すみませんです。ですね、一番最初、設立当時は都との助成金いただきまして、設立しましたが、まあ、その後、白姫体育センターという施設がありました。現在、改築中ということで、今は取り壊しして、あと2年後にまた新たにこう建て直すということですけども、そちらの指定管理を受託しておりました。まあ、その指定管理料が主な財源という形になりまして運営していたということで、まあ、現在その施設がなくて指定管理を受けてないので非常に厳しい状態なんですけども、実は都との被災地助成金というものが東日本大震災の時にございまして、まあ、その時の蓄えがちょっとだけありまして、それを現在活用して運営しているという状況でございまして、まあ、できれば新しい体育センターがまた改築された際には再び指定管理を取って安定的な財政に努めていきたいというふうに考えております。はい、さてそれでは少し話を戻して中学校の部活動との関係性なんですけれども、外部指導者に関しては皆さん保護者の方々が話し合って決めるというようなことで、まあ、ない場合にはクラブにも相談するっていうことを言ってらしたんですけれども、これ借金はさっきないっておっしゃいましたか。はい、ありません。そうですか。なんか調べたところによると、まあ、今笹川財団ですかね、笹川財団が調査したところでは
教育委員会からの派遣だと9633円が平均で、学校独自の外部指導者だと中学校の場合は1667円で、その他のケース600いくらっていう、まあ、こういう値段が出てるんですけれども、その報酬が欲しいとかそういう話は特に出てはいないですか？特にないですね、外部指導者の方から報酬欲しいっていうのは。はい、要するにきっとそれはお金に代わる何か素敵なものがあるんでしょうね、子どもたち教えながら。だと思います。まあ、実はこの外部指導者っていうことですとね、これも本当に4月に入ってもあらゆることがいろいろこう進展してきて、まあ今日聞いたニュースですけれども、東京の渋谷区ではですね、部活動改革プロジェクトっていうのができまして、この外部指導者としてプロテニスプレーヤーの伊達公子さんが、はい、参加をされたそうなんですね。で、まあ、子どもにとっても忙しい先生にとっても、それからテニス界にとっても普及という面から考えて、この外部指導者制度すごくいいですよねっていうふうに伊達さんはお話になったということなんですけれども、それ伊達さん一日呼んできて、一日というかまあ2時間か3時間やってくださったんでしょうけど、おいくら払ったのかなっていうのと、あと伊達さんが来るたびにおいくら払うのかしらとか、他の方だったらどうなるかしらとかって考えちゃったんですけれども、でもなんかこう地元の方でお金と関係がなくこうやって協力してくださる方がいらっしゃるっていうのはいいことですね。なんかそのあたりについて、こういう方が多いみたいですよとかって何かありますか？はい、じゃあ私からお話ししますけども、はい、冒頭に相馬が申し上げた通り、昔からこの地区、まあ、かなりスポーツが盛んで、かなりの種目が県でもチャンピオンになるような、そういった風土がございました。まあ、その方々の後を引き継ぐというか、その人方々に教えられた生徒さんがそのまままた指導者になる、まあ、そういったこうサイクルが生かされているのかなと。まあ、当時の方から当然みんなボランティアでやっておりましたので、まあ、そういった形で指導者がこう引き継いできたんじゃないかなというふうに考えられます。あと私このスポーツ界をこう長く取材してますとね、どうしても地域に行くと少年団の縄張り、ここは大協会の縄張り、ここは、なんとかの縄張りっていうように、やっぱり体育会系でこうずっとやってらした方っていうのはね、ボスという感じの方が多いので、どうしてもそういう縄張り争いみたいなものがあってすごく大変だっていう、まあ、なんかそんなことを聞いたり見たりしてきたんですけれども、それに関してはいかがでしょうか、加藤さん。ですね、私スポ少の方の今役員もやってますし、外部指導者もやってるんですけども、スポーツ少年団につきましては、その白姫町の当時から連絡協議会というものがございました。まあ、そういったことから、まあ、他の競技との顔合わせ、まあ、ほとんどもう小さい町ですし、ほとんどの指導者がもう顔見知りになっていると。さらに小さい町なので、中学校の運動部活動についても、まあ、ほとんど顔見知り、さらに5月にはその顔合わせ会をやって、まあ、誰がどの部活を指導してますよと、そういったこともありますし、まあ、活動の場がほとんどこう限られておりますので、顔を合わす機会も多い。さらに施設の管理がスポーツクラブでやっておりますので、まあ、ほとんどの指導者がこちらのスポーツクラブの方にも顔を見せてくれるといったことから、まあ、そういったこう縄張りといったことは特に今のところは感じられません。反対に言うと、最初立ち上げの時にいろんなことを担当してらっしゃる加納さんがボーンと、じゃあ僕がやりましょうって感じでね、中心になっておやりになったっていう、そこがうまく幸いしたっていうこともあるのかもしれないですね。はい、さて今日はもう一方関係者の方が来てくださっているので、お話を伺ってもよろしいでしょうか。岸名先生。はい、こんばんは。こんばんは。はい、岸名先生は今どういう関わり方をされているんでしょうか。はい、私は
まあ、中学校の教員になり、栗原市であったり隣の大崎市であったりで勤めてまいりまして、4年前にですね、こちら志和姫の方へ転勤してきました。でそれまでも実は前の学校はソフトテニス、そして志和姫ではバレーボールということで、どちらも初めてのスポーツを、自分がスポーツの担当ではないけれども部活動顧問ということで担当してまいりました。で前任のそのテニスの時に結構自分で指導する大変さっていうのを感じていた私が、志和姫に来た時にそういったこう関係性っていうんですかね、親の会さんであったりスポーツクラブさんであったりがもうしっかりこう組織ができているところに私が飛び込んでいって、本当に温かく迎え入れていただいて、で今はクラブ会員としての登録をさせていただいて、もちろんコーチにお願いする日もありますけども、まあ、自分も時間があるときには一緒に子どもたちの様子を見るっていうことでクラブの活動に参加したりっていう、なんて言うんだろう、本当に安心しながらスポーツを一緒に子どもたちと、行えるっていう環境をいただいています。今こちらの志和姫に来た時にはがっちりこのクラブのシステムができていたのでっていうふうにおっしゃったんですけれども、やっぱりなんか違いましたか？具体的に何かありますか、その違いというようなものは。前の学校とかその環境では自分がコーディネートをしなければいけないっていう大変さがありました。練習場所の確保、あとはまあ親の会がある時とない時があって、やはり送迎をもう親御さんに無理やりちょっとお願いしなければとか、まあ、それができなければ、まあ、練習試合とかを辞退するとかで、練習がうまく組めない場所がちょっとこう他の部活の兼ね合いとかでうまく取れなくて、まあ、子どもたちにもちょっと不便な思いをさせたりとか、やっぱり全部自分がコーディネートする、そして専門でもない状態でその子どもの上達を図らなければならないというところで、まあ、不安も抱えながらずっと顧問をやっていたので、こちらに来てその部活動に対する負担感っていうのがずっとこう低くなったんですね、とても、はい、それが一番の、まあ、安心材料かなというふうに思っております。送迎っていう言葉があったんですけれども、これもクラブが何かやるんですか？クラブさんがというところではなく、クラブに加入することで、まあ、一緒にこう部活動親の会っていうところの組織もやはりこう共同体制になるので、例えばこういった形で練習試合組みますということでコーチと相談したときに、すぐに親の会への連絡手段があって、で親の会の方でじゃあその日はこの方たちに送迎をお願いしますねとか、先ほどあと10人乗りのあのバスがあるっていうお話いただいたんですが、あらかじめクラブの方にお願いして、まあ、利用させていただいたりとか、本当にこう利用しやすくなってます。はい、それと私さっき驚いたんですけど、あれ学校ですか、芝生でしたね。栗原市内でも志和姫のこの学校 の, そし設備は本当に恵まれた場所です。いろいろな中学校さん小学校さんあるので、まあ、本当にこう市内の体育施設としては芝生のコートもありますし、まあ、体育館等もあるんですけれども、中学校の中にそれが全部揃ってるっていうところで、まあ、志和姫の子どもたちは本当にスポーツしやすいなっていうふうに、はい、感じております。武道場もありましたもんね。はい、素晴らしい。これはなんか栗原市というのは財政的に相当豊かなのかななんて思っちゃいましたけれどもでも立派な施設でしたね。はい、まあ、先生の立場から今回、まあ、文部科学省スポーツ庁の方から出されたこういった、まあ、特に最初は文部科学省ですね、先生方の負担を減らすために部活動というのを地域に出そうというようなお話を最初に耳にされた時はどういうふうにお感じになりましたか？まあ、私自身が部活動イコール学校の活動っていうことで今まで仕事をさせていただいてきたので、もういきなりこう全部任せるっていうことにはやはりまだ抵抗感もあります。ですが今そうやってこう国の方の法律が少しずつこう改正されてきていて、やはりこう
学校だけではなく地域のスポーツ団体も子どもたちが大会に出れるよとか、やはり子どもの活躍の場所を、まあ、広げるっていうところとか、私たち教員も今いろいろと働き方改革ってお話いただいてるんですが、まあ、悩み悩みやってる部分があったりして、それがこう地域の方と相談ができるっていうところが、まあ、魅力的な部分かなというふうに思ってます。先ほど、まあ、加納さんもおっしゃったんですけど、この相談っていう言葉ですね、やっぱりこう直接こう、まあ、小さなところだからっていうこともあるとは思いますけれども、皆さん本当によく相談されるわけですね。あの日々部活動とクラブとっていうのが本当にずっと行われているので、はい、うん、本当顔見知りの指導者の方も多くて、私もここ3年間でいろんな指導者の方、他の競技の指導者の方にもお会いしてお世話になってますっていうことで、こうご挨拶ができるようになりました、はい、いやでもスポーツを通じてそのいろんな人たちがつながっていくことをもし理想とするのであれば、かなり理想形に近いということではありますね、はい、あの学校の先生の立場からもうちょっとこういうところがこうなったらいいのにというのは何かございますか？私個人の意見で大丈夫ですか？うん、はい、どうぞ。あの先日実は地域 の, そのスポーツクラブの、まあ、地域なんていうんです、部活動の地域委託についてっていう、こうちょっとしたこう会議、まあ、講習会に参加した時に、うん、一番気になったのは、あの学校のチームじゃないと、まあ、大会に出られないっていう、その中大連の大会とかを、まあ、いかにこう地域の方たちに関わっていただいて、こうみんなどんな人が一緒にいても子どもたちがやっぱり大会で活躍できるよ、しかもそれがあの個人の営利団体ではなく地域で、あの子どもたちも含めてみんなでスポーツができる環境の中でそうやって大会をやっていけるっていうところがすごく魅力的だなと思ったので、教員で今運営してる部分がそうやってこう、まあ、共同体制であったり地域委託であったりっていう形にもう少しずつ変わっていけば、私たちがやっぱり悩んでる部分っていうのはもう解消されていったり、子どもたちがのびのびスポーツができるのかなというふうに感じているところです。なるほど、まさに そこのところをきっと文部科学省を期待したということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。ここまで3人の皆さんにざっくりとお話を伺いました。まあ、このフォーラムではまだ3回目なんでね、まあ、総合型地域スポーツクラブを中心にこうやっていろいろなお話を聞いているわけですけれども、もちろん総合型がないところもありますし、また市が外部指導者に他の外部の会社と契約をして、市がお金をその会社に払って、そこから指導員が学校に派遣されてくるというようなシステムを取っているようなところもありますので、まあ、おいおい順次やっていこうと思いますけれども、今一つ一つこうなんか絡まっている糸をですね、こうとほぐすようにここではこうだよああだよっていうことをお伝えしていっている状態でございます。もう早く自分たちの目的に到達したいっていう皆さんの気持ちは分かるんですけれども、そうか、こういうシステムあるのかなっていうことをちょっと理解していただければと思います。ここまで3人のお話を伺って、皆さんの方からもおそらくこんなことが聞きたいということがあると思います。3人に対して志和姫スポーツクラブに対してのご質問がある方はぜひお願いしたいと思います。ご質問大体2分ぐらいで、あんまりこうご自分の意見朗々とこうおしゃべりになる方もいらっしゃるので、そうではなく質問という形でお願いできたらいいかなと思いますが、いかがでございましょうか。どうでしょう、どなたか手が上がっていらっしゃる方はいらっしゃいませんか。内藤さんが手が上がってますね。はい、どうぞどうぞどうぞ。どなたですか。斉藤さん、小池さんが手上がってます。はい、じゃあまず斉藤さんからお願いいたします。はい、貴重なご意見ありがとうございました。
私は愛知県の新城市というところにある市議会議員の斉藤達也と申します。市議会以外議員以外にスポーツトレーナーもやっているので、まあ、こういった課題に興味があったんですけど、ちょっとお聞きしたいのがですね、まあ、私たちの町は多分同じようにはできないです。まあ、理由としては人口の問題だったりとか面積の問題とかいろいろあるんですけれど、ただ共通するところでちょっとお聞きしたかったのがですね、まあ、外部指導者をこう、顧問だったりとか指導員として採用していくってことだったんですけど、僕がちょっと懸念しているのが、そうは言っても外部指導者って教育者ではないっていうところなんですよね。で、学校、まあ、ある市とかを見に行った時に親御さんたちの意見として、やっぱりこの先生に見てもらっているっていう安心感っていうものも部活動っていうところではあると思うんですよ。だけどそれが例えば先生がいなくて、民間の指導員が見るってなると、その教育的観点とか、市の教育方針だったりとか、そういったところはちゃんとそのどのように、まあ、その外部の方々と共有して子どもたちに指導ができるのかっていうところが気になったので、そこはちょっとお聞きしたいです。そうですね、その問題というのはこのしわひめに限ったことではなくて、いろんなところでありますね。で、中には、指導者資格ある方はまだ学習してらっしゃるからいいけれども、指導者資格ない方はどうするのみたいな話も出てくるケースがありましたけれども、その点はどうでしょう、相馬さん、それから鹿野さん、どちらからお答えいただきますか。はい、それでは私から申し上げます。資格につきまして、まあ、ほとんどの方が日本スポーツ協会か、それから認定指導員の資格を持っているということで、まあ、まるっきり資格がない部活というのは一つだけですね。その他の競技につきましては、どなたかが資格者がいるという形をとっております。またその資格のない指導者の教えている部活につきましては、まあ、先生と一緒に指導しているという形をとっておりますので、まあ、無資格者だけが指導するという形は、まあ、ほぼないのかなというふうに考えております。ありがとうございます。斉藤さんがお聞きになりたいことというのは、いわゆる教育的側面がある部活動というものを、その先生以外の人に任せてしまうことへの不安というのも多分あるんだろうと思いますが、これに関しては鹿野さん、どのようにお聞きになりますか、ご感じになりますか。指導者資格ある方についてはもちろんですけども、まだ認定指導員につきましては、スポーツ少年団の理念というものを皆さん学んでおります。まあ、そういったことから、まあ、学校教育から逸脱したような指導、まあ、処理指導しすぎとか、そういった形にはならないというふうに考えております。ありがとうございます。これは部活動を地域に移行したときに、これは教育なのか、それともレジャーなのか、どっちなのかということを気になる方がよくいらっしゃるんですけども、私前もこれに関しては、まあ、明快な答えになるかどうかわからないんですけれども、スポーツそのものが包含している要素として、レジャー的な楽しみの要素もあれば、それから教育的な要素もある。もうこれは本当に彼女五郎が学校の中に部活動、スポーツっていうのを入れた段階から、さまざまな要素があるものを入れてきたわけですから、私はこれスポーツっていうのはほっといても教育的な意義っていうのはあると思うんですよね。で、それをお互いに子どもたちも理解し、かつ指導者も理解していくっていうことが重要なんじゃないかなと思っています。もちろん楽しむっていうことが、ベースにあって、生涯スポーツを通じて豊かな生活が送れるようになるっていうことが、おそらくこういった地域に部活動が、移行されることの一つの理由なんじゃないかなというふうに思うんですね。なんでこんなことを言うかっていうと、まあ前は毎回そんなことを言ってるなって言われるかもしれないんですけども、やっぱり学校の中にスポーツがこう閉じ込められてしまうことによって、どうしてもハラスメントや暴力、それによって自殺する人たちも出てきているという日本の現状があります。その指導者からの暴力ハラスメントだけではなくて、先輩後輩からの暴力ハラスメントというのもあって、2、3日前の新聞ですか、報道で
あれは日大の空手部ですね。先輩が後輩を正座させて雨の中何時間もっていうような記事もありました。そういうふうになんかこう悪しきスポーツというものが、学校の中で醸成されてしまうのはとても悲しいことだと思うので、私はそういうものもこの機会に一掃できたらいいんじゃないかなと思っています。さて、そして小池さんからもご質問があるようです。小池さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。全部じゃないようですけども、部活動ガイドラインの練習時間を若干上回ってしまってるケースが見受けられるのと、あと卓球部のクラブ活動が土日両方やってるっていうのはちょっとまずいんじゃないかと思うんですね。で、これ、クラブさん、相馬さんとか鹿野さんっていうよりも、教育長先生とか校長先生あたりがこういうことはなんか抑制したいっていうふうな申し出とかはないんでしょうか。そこを教えていただければと思います。はい、こちらはどちらにお聞きした方がいいでしょう。相馬さん、鹿野さん、鹿野さん、はいはいはい、説明がお答えいたします。先ほど卓球の紹介しましたけれども、そちらに関しましては土日両方に必ず中学生 とか部活参加しなさいというわけではないです。なので、どちらかだったり両方、先ほど説明、しましたけれども、任意生徒さんが、やりたければ来る、まあ、やりたくなければ休養が欲しいというときは、参加しないということで、一応卓球をする、場を設けてますよという場所、活動できますよという提供していることになりますね。必ず参加ではないですね。どうでしょう。あの実はね、事前にもそういう問い合わせがあったので、私も確認したんですけれども、ガイドラインはやっぱり守ろうというちゃんとした意識はあるようですよ。ですから、まあ、そこは毎回ガイドライン大丈夫なのっていうふうになるんですけど、やっぱりこれなんか試合の1週間前とかになると、ちょっとやりたいっていうね、意識が出てくるのかもしれないけど、でも私なんか見ちゃうと、試合の前こそ休まないと本当はいけないのよって言ってあげたいくらいもしますけれども、ね、休養こそ一番の爆発させるための起爆剤になるんだっていうことを、もうちょっと担当者が知ってほしいなっていう気もしますよね。はい、まあ、でもガイドラインに関してはこうやって小池さんのような方が皆さん口うるさくこう言ってくださることによって、皆さん遵守していこうという姿勢になってるんじゃないかなと思います。そうですね、先ほど説明で三者会議というものを開催してるっていうお話しましたけれども、まあ、こういう活動に関しましては、学校と親の会、あと指導者の皆さんで、そこで、まあ、共通理解といういろんな、まあ、問題点だったりを話し合う場になっております。うん、なるほど、ありがとうございました。小池さん、よろしくございますでしょうか。ありがとうございました。はい、さて続いて何かご質問のある方、どうぞ挙手をお願いしたいと思います。相原さん、上がってます。はい、相原さん、お願いします。相原さん、ミュート解除しました。はい、ちょっと聞きたいんですけど、今の中でずっと運動クラブのことばっかりしか出てなかったんですけど、文化クラブの方はどうなってますでしょうか。一応です、それだけです。はい、ありがとうございます。これ鹿野さん、お願いします。相馬さん。あれ、うちの方白姫スポーツクラブという形で、今のところスポーツ関係だけということで運動部活動のみになっております。文化部につきましては外部指導者は今のところいないという状況でございます。じゃあこれからやっていくということなんでしょうか、学校の方で。その辺またうちの方は運動部活動に今特化していますので、まあ、その辺は学校の方でまた
協議いただくという方、検討いただくという方になろうかと思います。そうですね、部活動の地域移行っていうのは、これ運動部活動だけではなくて、今おっしゃったように文化部ブラスバンドであったりとか美術部であったりとか、いろんなものも外に地域に出していこうということなんですけれども、今回のですね、スポーツ庁から出たこの運動部活動の地域移行に関する検討会議第5回目にも書いてあったんですけれども、やっぱりこれある程度期間を決めないと、みんななんか先送り先送りといってだらだら手をつけないんじゃないかっていう話もありまして、令和5年から7年度の終わりまでには、まずは土日の移行をさせていくというようなことが書いてありましたですね。でそして、早々と移行できてしまったところにおいては、月火水木金に関しても、考えていくようにしようというような形のお話が書いてあったように思います。その辺もぜひちょっと要項の方を見ていただければと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは他にどなたかご質問のある方お願いいたします。いかがでしょう。今日は柔道の方もいらしてるんですけれども、柔道に関して加野さん道場あっていいですね。こちらの方も武道館昔からありまして、実はここの畳200畳ほどあるんですけども、これはスポーツクラブの方でこの畳替えを全て行っております。なるほど。じゃあこう指定管理みたいな形なんですか、ここは。いや、指定管理というか、当時都との助成金を受けた剰余金若干ありましたものですから、はいはい、それを活用してこの畳替えをしたということでございます。柔道関係者の方はね、どの種目もそうなんですけれども、もう本当にスポーツ離れ、柔道離れが激しくて、どうしたもんかなって悩んでらっしゃる方多いんですけれども、こちらはいかがですか。昔から比べると、先ほども74% が運動部活動加入という形でしたが、だんだんこの割合、昔は90% 程度スポーツの部活に入っておりましたが、その割合が少なくなってきております。またこれ同じ傾向がスポーツ少年団、小学生につきましても同じ傾向がありまして、結構盛んですので、50% を超えるようなスポーツ少年団加入率だったんですけども、それが若干ずつ下がってきて、現在 50% 切るような形になってきているという状況でございます。さあ、皆さんの方から他にでは質問のある方お願いいたします。いかがですか。久美子さん、今いらっしゃいますか。聞いてらっしゃいますか。今坂本さんが挙手されていらっしゃいます。そうですか。坂本さんではどうぞ。坂本と言います。今日は非常に興味深い話をずっとお聞きすることができて嬉しく思っています。私は東京都昭島市に住んでいまして、地域スポーツクラブを作るべく今ウォーキングフットボールを軸に、少し始めているところです。あとドイツに16年いまして、それは地域スポーツクラブを見に行って、自分自身がクラブ会員になって、クラブの中で、クラブライフを楽しむということを、十分に味わってきた人間です。で、いろいろとドイツとは違うところが多くて、いろいろ伺いたいところはあるんですが、時間の関係もありますし、私に偏ってもいけないので一つに絞りますと、活動形態のところの説明で、例えば活動形態2のところで部活動とクラブ活動と2つ挙げられてるんですが、この部活動とクラブ活動がなんで2つ挙がってるのか私には理解できていなくて、多分説明としては、
A さんっていう生徒が、どうなんだろう、部活動で木琴に活動しまして、クラブ活動の方も5つ活動しますとか、なんかちょっと具体的にこの部活動とクラブ活動の区別というか融合というか、説明していただきたいと思います。はい、これはどちらにお願いしたらよろしいですか、相馬さん。はい、すいません。管理課の問題ですね。部活動が学校管理課、クラブ活動がクラブの管理課ということで、分けて、まあ、A さんが部活動も参加してもっとやりたいなっていうとクラブにも参加するというような形になりますね。管理課の問題ですね、まあ、怪我とか、した時にどっちの、まあ、保険を使うのとかという管理課の問題になります。いかがでしょうか、よろしくございますか、このお答えで。多分いいと思うんですけど、つまりそうするとやりたい人は部活動をやり、その後っていうか違う別の日にクラブ活動両方全部 100% やる人もいるということですね。そうですね、生徒はそれはもう生徒が部活動だけで、まあ、帰ると言いますか、お会いの方もいるし、もっとやりたいからクラブ活動の、時間にも参加をするというので生徒が選ぶようになっております。クラブ活動だけっていう人もいるんですか。今は一応みんな部活動にも参加されて、加入になっているので、ほとんどは、クラブの方は選べますけれども、大体は多分皆さん部活動を参加しているのかなって思います。はい、分かりました、ありがとうございました。坂本さん、じゃあアキルノ市に新しいクラブができることを楽しみにしておりますので頑張ってください。すみません、昭島市です。来ましたったか、失礼いたしました。勘違いでした。じゃあ坂本さん頑張ってください。ありがとうございました。一つ私お聞きしたいことがあるんですけれども、相馬さん、どうしてもクラブ活動ってなりますと時間がね、終わるのが21時、始まるのが19時でしょ。これ皆さん夕飯食べてからまた来たりするのかしら、それか送り迎えとかどうされてるんですか。大体そうですね、皆さん夜の活動のところは一度が、家に帰って、まあ、ご飯を食べてからまた来るということなので、まあ、親御さん、まあ、家近い方々は、まあ、歩ってきたりとかできますけれども、うん、あとは大体お父さんお母さん方の送迎になりますね、うん、なるほどね、はい、分かりました。さて、その他に皆さんどうでしょうか。もう今聞いておかないと聞けなくなります。ぜひここで聞いていただきたいなと思います。大丈夫ですか。なんか私もいろいろなクラブの様子聞いてきましたけど、やっぱりこう20年も経ってると、ここは本当にいろんなことがこうちょこちょこちょこちょ こう修正されながら今の形になったっていう感じなんでしょうね、相馬さん。ミュートが、はい、そうですね。いろいろ活動をしながら、まあ、修正するところは修正する、まあ、皆さんが、いい中学生の、ね、皆さんがいいスポーツ環境になるように、まあ、中学校と一緒に連携していくの、いくのが、目標ですね。校長先生はやっぱりこう変わっていくじゃないですか、まあ、学校の先生ももちろん変わってきますけれども、そのあたりはどうなんですか。やっぱりこういうね、学校の施設を使ってとか学校の生徒たちがこう絡む問題ですから、校長先生のお人柄とか考え方にも本当にいろいろ左右されることが多いと思うんですよね。そうですね、まあ、クラブできてから、校長先生も、ね、結構変わっておりますけれども、だいたい年度始め変わった場合には、まあ私と会長だったりが学校に出向いてこういう活動をしておりますという話をして、ほとんど皆さんご理解をいただいております。ああそうですか。もともとね、入られる前から白姫スポーツクラブのことはご存知で、そして調べていらっしゃる校長先生ばかりなんだろうと思いますけれども、時にとっても頑固な校長先生がいて、学校の施設を外になんか使わせないっていう方も私はお見受けしたもんですから、
ねえ、言い方ばっかりで良いですね。そうですね、学校の施設も調整とか、まあ、大体クラブの方でしてると、今まで、うん、まあ、大体多分クラブとかない学校だと、教頭先生が調整とかを行うんですかね、多分。ですけども、しわ姫の施設に関しましては、全部クラブで調整を行っておりますので、まあ、来た先生方、まあ、教頭先生とか、とってもその作業がなくて、楽で、うんうん、いいですというお話をいただいております。なるほどね、分かりました。さていかがでしょうか、皆さん、お時間も近づいてまいりましたので、そろそろお開きかなとも思うのですが、さんいいですか。どうぞどうぞ、園山先生お願いいたします。こんばんは。相馬さん、柴野さん、いい話がありがとうございました。実はお二人質問じゃなくてですね、冒頭岸田さんから3月22日の報告の概要がお話ありました。非常に皆さんよく分かったと思います。で、中に学習指導要領の見直しということがありました。これ非常に大きな問題だと思ってまして、新城市の斉藤さんがおっしゃった教育的な意義は今後どうなるんだと。これは非常にこの80年間ずっと部活動が大事にしてきた事柄なんですね。でも今回の宮崎さんも隅から隅まで読まれたと思いますけど、第5回の会議を見ますと、指導要領の見直しをすると、そして部活動の意義や留事項はもう削除をした方がいいと、まあ、そういったことも書き込まれておりまして、そのことを踏まえますと、おそらく次回の指導要領の改定は10年先ですが、2027年頃だと思います。そうするとですね、その前に、先ほど宮崎さんおっしゃったように、3年間7年度でまずは土日を移すと、その後は前日の移行を目指すんだということになりますと、それが2025年ぐらいですから、次期改定、指導要領の改定では部活動は廃止じゃないかと、そんなこともちょっと報告書から見えてくるんですよね。だからこれまで非常に学校の先生方、部活動に教育的な意義を持って一生懸命取り組んでこられたけども、これはおそらくもう10年経つと日本もヨーロッパ型の地域にすべて移行するというそういった流れになっているんじゃないかということをちょっと第5回の会議でちょっと感じたところがあったものですが、ちょっと申し上げました。以上です。その山和夫先生はですね、ずっと文科学省におられまして、でその後も大学の先生をなさっていて、まあ、こういった文科学省 の, 指導要領の改定などをご専門に調べてこられた方なので、このようなサジェッションをいただきました。その山先生ありがとうございました。さて、はい、それではですね、次回のお知らせをしたいと思います。田原さんお願いいたします。はい、では田原の方からお伝えしたいと思います。次回4月23日なんですけれども、私が住んでいる長崎県、長崎県は長崎市のベッドタウンでもある長与町の総合型地域スポーツクラブ、長与スポーツクラブの金崎陽一さんにお話を伺いたいと思います。金崎さんは、長与スポーツクラブのクラブマネージャーでご活躍なのですが、実は3月まで中学校の校長先生でもいらっしゃいました。詳しいお話は当日に伺いたいと思いますが、金崎さんのクラブでも、クラブでの立場、そして学校の校長先生の立場、それから教育委員会というところの立場としての苦労話や、現在中学校の部活動がどうなっているのか、また、どうなるのかっていうようなことをお話しいただけるかと思います。本日は金崎さんもご参加されておりますね。それでは次回は、4月23日20時からになります。皆さんご参加ください。宮島さんお返しします。ですから金崎さんは学校の校長先生でいらした時からもうこの今の時代を見越してクラブを作らなきゃダメだということで活動されてきたということなんですね。いや本当に驚きました。本当はね、校長先生だった時にお話を伺いたいなと思っていたんですけれども、4月を過ぎたらいやもう校長辞めちゃったんですって言われて、私大変驚きました。
またいろいろな方が書き込みをしてくださいました。ありがとうございました。またこれも次回以降反映させていくようにしていきたいと思いますので、どうぞまた次回もご参加いただければと思います。いろいろなご意見など、また今度次回のお申し込みの時にご意見をお書きいただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ご参加ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。カルティベーターというのは耕す人という意味です。文化のカルチャーという言葉も元はこのカルティベイト、耕していくという言葉なんですね。ですからこのカルティベーターは私たちの生活を豊かに実りあるものにしていくための基礎作り、耕していくということだと思っています。多くのサポーターの皆様に支えられています。サポーターシステム、こちらにございます。ぜひご参加いただけることを願っておりません。また企業や団体の方からのサポートもお待ちしております。